オーディションのスタジオ間違えた。あ、ちょっとこれはドキドキですね。マジドキドキじゃない、これは私です、ね、え、花井さん、もう本当ね、何があったの、困るんですよ。何よ、本当間違えると。だって間違えただけで落ちたかもってなるからね。いやいや、そうね、でかいよねその間違い。そうなんですよね、とある音響制作会社から、はいはい、あ、まあ、今度はこういう作品のオーディションがありますみたいな感じで、はいはいはい、オーディションが来たんですね、うん、でその音響制作会社はスタジオを持ってて、うん、でいつもその会社の作品は、うん、決まったスタジオでアフレコしてるんです、うん、はいはいはい、でオーディション会場もだいたいそこなんですよ、うん、なんですけどその日に限って、うん、違うスタジオだったんです。うわー、でもう脳内では、うん、もうそこだって思っちゃってて、うん、でカレンダーとかにはちゃんと書いてあるの、うん、そのスタジオの、はいはいはい、違うスタジオの名前が書いてあるんだけど、もう思い込みで、うん、あ、明日はここだから、うん、何分前に出ればって言って行ったら、うん、もう誰もいなくて怖え、あれって言って、でもうオーディションほらちょっとやっぱあんまり前に来すぎてもあれだから、もう5分前ぐらいに、はいはい、そうね、スタジオ着いたんです。そしたら、あ、終わったって思って、もうそっからちょっとやっぱもう間に合わないって確定しちゃうと冷静になれるんですよ、うんうん、逆にね、そう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 、もうね、うん、一個年前でこうスッってなるよね。そうで事務所に電話して15分遅れますっつって、うん